って言ったら皆さんご存知の通り大人気のフォークデュオだと思うんですけれども、2人には共通の友人がいたんですね。ただ30代で病気で若くして亡くしてしまいます。でその友人に向けた歌っていうちょっと悲しいエピソードがあります。割とゆずの2人がデビューして初期ぐらいの曲で、友人に向けて周りの近況報告と自分たちがこれからどういう歌を歌っていきたいかっていう決意表明の曲です。へえ、そうなんです。そんな意味が込められてたんですか。なんかあんな軽く喋ってごめんなさい。でもそんな切ないエピソードがあるけれども友人に向けた曲なので、なるほど、明るく熱い、なるほど、昔を思い出しながら熱い感じで歌ったらいいですね。はい、じゃあ熱い感じですね。熱い感じ、熱い感じで歌ったらいいですね。なんでぜひ大切な人、友達、家族、恋人、昔の思い出思い出しながら聴いていただいたらなお、やばい、いいんじゃないかなって。すごい、これぐらいこれぐらい喋れなあかんねんね。いやすごい見本になります。ありがとうございます。すごい真面目に解説して、いや素晴らしい。ちょっと待って、待ってよ。悩むこともあるけれど、自分なりに生きてゆくよ。この歌は聞こえているのかい？もし聞こえているのなら、下手くそな歌一緒に歌おうぜ。ああ、素晴らしき友よ。